はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日はね、数十年に一度の大寒波ということで、栃木県もね、朝マイナス4度でした。で、今日の最高気温は0度だそうです。真冬日栃木県で真冬日っていうのはね、そうそうないよね。そういうことでね、今日はもう表に出られませんので、久しぶりにね、ちょっと座学やります。で、土の団粒構造っていう話をします。で、皆さん聞いたことあると思うんですが、土の団粒構造って何っていうと、土っていうのは大元、地球っていうのはね、もともとは大きな岩の塊だったんで、そこにね、大気ができて水ができて、まあ風とか雨でね、その岩がちょっとずつ削れてね、小さな粒になりました。その粒が、植物とか動物の生命活動によって、土がどんどんこの植物とか動物の死骸なんかにね、死骸と混ざり合ってね、土の大元ができました。それがね、何億年も堆積してできたものが今の土になっております。で、土の中にはね、ちっちゃな、小動物や、植物の残渣とかね、いろいろ、細菌類、細菌というか菌糸類とかね、そういうものが入っております。で、その中の植物のね、根の分泌物とか、例えば小動物、ミミズですね。ミミズなんかの分泌物、カビの菌糸など、そういうものの作用によって、このちっちゃな粒が、この丸い塊になります。それを団粒構造と言います。で、その団粒構造があるおかげで、土っていうのは、ある程度の水とね、水分とね、空気を中に蓄えることができます。だから砂漠をちょっと想像してほしいんですよね。砂って、粒と粒の隙間があるから、水が入ってきても、すぐ抜けちゃいますよね。ですが、土の場合は上から水かけても、すぐには抜けないと思います。それがこの団粒構造があるために、砂とはちょっと違います。土の性質っていうのは、はい、そういうことで、土には団粒構造がちょっと重要なんだよと、私たちがいろいろ野菜を作るのにはね、この団粒構造が必要ですよと。で、逆に言えば団粒構造がないものっていうと粘土ですよね。まあ粘土を想像してもらえばいいんですが、ドロドロの塊でね、ああいうものの中にはなかなか植物は育たないと。しかもミミズとかそういうものも育たないという状態になっております。はい。で、その土のちょっと構造どうなってんのっていうとね、まず団粒構造ですね。土の団粒ですね。こういう塊があります。で、塊には当然隙間があるんでね、まずはその隙間に水が入り込んできます。この青ですね。で、当然ながら地上には空気が存在しますので、この空気が入ってきます、土の中に。で、その他植物の残渣とか動物の死骸の残りですね、そういうものが腐食という形で入り込んできます。で、今回はね、土の団粒と、まあ、腐食っていうのをね、ちょっと図解のために別にしたんですが、これが一つの塊と考えてもらってもいいです。はい。で、その三つのものが入っている、それを土の三層と言います。で、土の三層ってどういうのっていうと、この固体の部分ですね。固層と水などの液体の部分、液層。で、空気などの基礎と言います。で、この割合が4対3対3、この辺が
ちょうどあの作物を育てるのにはいいそうです。ですから、例えば土地をね、耕さないでずっとそのままにしときますと、だんだんこの空気が抜けてっちゃうよね。で、水が抜けてっちゃうよね。そうすると枯草だけになっちゃうんで、土はカチンカチンに固まっちゃいます。で、まあね、時々耕すっていう作業をすると思うんですが、耕すっていうのはその基礎を増やすわけです。で、基礎を増やしますと、今度雨が降った時にね、その空気の代わりに入れ替わって液層が増えてきます。ということで、その空気と水と固体のちょうどいい具合が、4対3対3ということになっております。はい、そういうことでね、今日は、暖流構造についてちょっとお話ししました。以上です。お付き合いありがとうございました。